ちょっとこれ、余り物もんぱんじゃないけど、ちょっとね、これ、うどんマスター美味しそうだなと思って、残り物をうどんと合わせてみました。ね、韓国でね、出前中華、韓国式中華出前すると、チャジャンミョンが来るんですけど、チャジャンミョンってなんか知らないけどね、このなんかチャジャンソースだけが別でまたね、もう一個追加してて、私が間違えて押したのかなんかわかんないけど、追加で来てたんで、ちょっとね、余ってたやつをうどんと一緒に食べてみようと思って、はい、うどん茹でて、はい、チャジャンうどんを作ってみました。で、タンムジですね。で、私が家で作ってる味付け半熟卵と、あとね、これなんですけど、韓国のね、ダイソーで買った、ティーパックなんですけど、オムクって、韓国のおでんですね。この魚の練り物の出汁につけたやつみたいなのがある。まあ、おでんみたいな感じなんですけど、それのティーパックがあって、ちょっと面白くないですか？なんか買ってみたい。ほら、5つぐらい入ってて、これティーパックになって、こんな感じ。これのオムクのね、おでん出汁、これめちゃくちゃ美味しいんですよね、出汁。これの出汁が飲めるということで。本当にもう紅茶みたいな感覚でこう入れるらしい。でお湯入れてきたんで、これこうやってチャップチャップしたらええんかなと思って、これ初めて飲んでみます。これのね、他のね、なんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど、これ別の種類の味もね、3、4種類ありました。え、すごい、なんかネギみたいなのも入ってる、このティーパックの中に。あ、めっちゃいい匂い。ちゃんとお出汁の匂いがする。オムッタンだ、オムッタン。これ旅行客の方いいんじゃない？これ1パック2000ウォン、約230円ぐらい。はい、買いました。で、飲み物なんですけど、今日どうしようかな。ちょっとさっぱりいきたいから、ソフトソーダ、これなんかちょっと軽めのソーダの、タギ、いちご味で、飲んでみます。前これの桃飲んだよね。じゃあこれで食べていきます。いただきます。さあ、お箸が日本のね、ドラッグストアで買ったトトロのお箸、なんかマクロクロスケとかね、お父さんトトロ、子供トトロとかが乗ってる。ちょっと飲み物から。うん、ソーダ弱いだってさ、いちごストロベリー水みたいな感じ。待って、味濃いのからこれ飲んだ方がいいよね。うん、おいしい。ちゃんとオムクタン、この辺に乗ってるやつ。うわー、美味しい。これめっちゃいいやん、お土産とか。美味しい。さあ、食べよう。このチャジャンソースですよ、チャジャンミョンのソース、美味しそう。うどんと、うん、美味しい。うどんもちもちとこのソース合う。なんかね、香ばしい中華味噌みたいな味です。なんかさ、ちょっと見てほしいんですけど、これ味玉作ったんだけどさ、見て、なんかさ、冷蔵庫が凍っちゃって、どうなってんだろう。なんか冷蔵庫の気温がめちゃくちゃ低い。設定何もされてない。ちびもちが触ったのかな、わかんないけど、なんかめっちゃ低くなってて、結構冷蔵庫の中でもカチコチな冷凍されてる。なぁ。アラーム。あ、やばい。仕事、これ撮影した後からちょうどぐらいから始まるんですよ、電話ミーティングが。まだ時間あるから余裕です。チャジャンソースにね、タンムジが合う。タンムジってさ、もっと分厚いやつあるけど、私この細薄く切られたスライスされたやつが好きです。美味しい。めっちゃ美味しいな、このオムクティーバッグ。買ってすぐ、あ、そうそう、それでさ、冷蔵庫、これどうなってんの、本当に。だからこれ見て、ちょっとなんか、卵ってさ、ゆで卵って冷凍されるとこんなになるんだね。なんか、白身がボソボソ。黄身は美味しいんだけどな。うーん、これサムソン缶チャジャン、前動画で食べたと思うんですけど、サムソンチャジャンミョンはシーフード、海鮮がいっぱい入ったやつで、缶チャジャンはなんかこの玉ねぎね、炒め玉ねぎがいっぱい入ってて、だからこれ海鮮と炒め玉ねぎのダブルです。めっちゃ美味しい。
ね、なんで冷蔵庫さ凍ってんだろう。あれ設定どうやって変えたいんだろう。なんかね、冷蔵庫の前側の部分にこうピンピンピンみたいな指でタッチ式のボタンがあるんだけど、あれかな。困るよね、全部こんな冷凍されちゃって。まあ冷凍されても美味しいんだけどさ、なんか冷凍されたらやばいものがいくつかあるじゃないですか。味が格段に落ちるやつ。まあまさにゆで卵はそうだよね。あ、美味しい。本当にソフトだな。めっちゃ炭酸が少なめで、これはこれで美味しいやつなんですけど、炭酸苦手な方とかね、これがいいかもね。苦手な方はそう、炭酸買わんか。エビ、玉ねぎが好き。いい頃合いの玉ねぎ、あの焼き加減、火の通り具合が。私さ、さっきうどん食べながら噛み切ったじゃないですか。私ね、基本うどんを最後まですすりたい派なんですけど、動画だからさ、すすり切ってるともう口すごいことになりそうと思ってジャジャンで切ったけど、やっぱさ、うどんってすすり切りたいよね。麺類ってか、なんか途中で切っちゃうとさ、こういうほら短いやつがいっぱいできちゃうから、最後の食べにくさを考えて。多分ね、あんまり気にしない人は最後さ、ちっちゃくなったら残す人いるじゃないですか。私はね、最後の一本まで食べたいから噛み切らないんですよ。これ絶対いつものチャジャン麺より美味しいわ。うどんの方が麺のもちもち感が好き。まあ好みだと思う。うどん少なかったな。今日一玉だったんですよ。ちょっとチュジャンのソースの量に比べて。ちなみにうどんはね、私さぬきうどん買ってます。さぬきの冷凍うどんあるんですよ、ネットで。なんかそれを大量に、送料がもったいないからさ、一度にバーッと大量に買って冷凍保存。でもさ、うどん自分持ちがめっちゃ好きだからすぐなくなっちゃうんですよ。ソースが救えない。やっぱりうどんよりソースが残っちゃった。
美味しい美味しい。おでんだおでん。うん、美味しい。これ他の人にも買ってみよう今度。めっちゃ美味しいわ。たまにちょっと後で食べよう。あとでどうせご飯夕方に作ってまた食べなきゃいけないから。これさ、ドリンク編集しながら飲もうかな。てかこの後ね、ちょっと仕事が、さっきも言った通りミーティングがあるんで、はい、それまでにちょっとやることをやって、ちゃちゃっとね、ちょっとしょうもないこと今日動画撮りながら喋っちゃったからごめんなさい。私の冷蔵庫が凍ってる話とかどうでもいいですよね。ただもしなんか、なんでこれ気温設定がか、でもさ、冷蔵庫の部分が気温設定低くなったら冷凍庫になってあるの。なんか買った時に説明受けたんだよな。なんかこの冷凍、上を冷凍庫にすることもできますみたいな。だから全部冷凍庫もできるし、全部冷蔵庫もできるみたいな。って聞いた気がする。多分。もう結構前で忘れちゃったけど。よくわかんないですけど、ちょっと調べてみようかなと思います。説明書どっかあるだろう。はい。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。